はい、ありがとうございます。ちょっと先ほどまでは佐藤さんがどうやって国際協力に興味を持ったのかみたいなところを自分のご経歴と含めてお話をお伺いしたんですけど、この動画では今働かれている場所のお話をお伺いしたいなと思ってまして、改めて今どこで働かれていらっしゃるんですか？はい、NPO 法人 ISAP、うん、はいはい、ISAPH と書くんですけど、はいはいはい、そこで事務局長をしてます。うん、なるほど。ちなみにその団体はどういう団体なんですか？はい、ISAP はですね、福岡県にある聖マリア病院っていうところが久留米市にあるんですけど、その病院が立ち上げた NPO、はい、NGO なんですよね。あ、じゃあもともと病院に紐づいた NPO みたいなイメージですね。そうだったんですよ。あ、なるほど。じゃあ病院側からしたらメリットは CSR みたいなところができるみたいなイメージですかね。はい、うん、うちのドナーになっている聖マリア病院の理念の一つに国際的な社会に貢献するっていうのがあって。そうなんだ。はい、実際佐藤さんが ISAP に入られたのは何年からなんですか？6年ぐらい前。6年ぐらい前ですか。はい、じゃあ2016年とか15年、はい、16年そんぐらいですかね。じゃあ実際 ISAP はいつ設立された団体なんですか？ ISAP 自体は2004年ですね。そうなんだ。じゃあ結構長いですね。長いです。じゃあその中で2016年から佐藤さんが参画始めるというところだったんですね。はい、ちなみに ISAP っていうのはどういうことをされる団体なんですか？はい、主には3つ事業の柱があって、1つは地域の健康、はいはい、地域保険といったところで、もう1つは緊急支援、緊急援助で、3つ目が人材育成。あ、そうなんだ。はい、この3つの柱を持ってます。なるほど。対象としている国は日本ではなくて海外ですかね？一番最初に2004年2005年にスタートしたのはラオスからだったんですよ。え、ラオスって研究対象の国ですよ。そういうつながりがあるという。なるほど、ありがとうございます。ちなみに今佐藤さんは何をされてらっしゃるんですか？私はですね、 ISAP には福岡事務所と東京事務所っていう国内の事務所があって、国外にはラオスに事務所があって、あともう一つアフリカマラウイの事務所があるんですけど、そうなんですね、私はそのうちの事務局を担当しているので、はい、東京に住んでます。そうなんですね。じゃあ東京の事務局長をされてらっしゃるってことですよね。はいはい、ちなみに事務局長って何をされてるところなのかなっていうところを聞きしてもいいですか？基本的にまあ NPO とかって理事会があって、はい、事務局があって、うんうん、実際の事業の舞台があってっていったこうピラミッドになってるかと思うんですけど、はいはい、事務局はお金の管理であったりとか、うんうんうん、進捗の管理であったりとか、うんうんうん、そういう情報を取りまとめて理事会にこういった形で進んでいますよとか、こうやってお金使っていいですかとか、こういった動きで今後動いてもいいですかとか提案したりとか、うんうん、まあ、そういったお仕事ですね。なるほど。じゃあ企画運営、いわゆるプロジェクトのマネジメントをずっとしてるってことですね。そうですね。お金をどっから引っ張ってこようかとかっていうところから、どういうプロジェクトをやろうかっていうところから、どこの国で何をするか、実際やっててどうなのかみたいなところまでを全部管理するんですね。本当は僕はね、事業やってたいんですよね。現地に行ってたんですよね。現地にいたいんですけど。そういうことだったんですね。はい、ちなみにもう一点聞いてみたいなと思ってるのが、はい、事務局っていうところは基本的に日本人で構成されていらっしゃってるんですよね。はいはいはい、現場で働かれてる方は日本人の方もいるし、現地の方もいらっしゃるような感じなんですかね。おっしゃる通りです。あ、そうなんですね。はい、割合で言うとどれぐらいになりますか？割合で言うと、うん、対5とか。あ、そうなんですね。それぐらい。じゃあ1人の日本人に対して5人のラオスの方とか、そういった形でされてるって感じなんですね。はい、なるほど、ありがとうございます。ちなみにラオスで事務局があるっていう話だったと思うんですけど、あとマラウイでもあるんですよね。はい、そうですね。それぞれどこでどんなことをされてらっしゃるかっていうのもお聞きしていいですか？そうですね、ラオスは首都からだいぶ離れた、あの車で6時間ぐらいですかね。ラオスの中部にあるカムワン県というところで、母と子の健康を地域からどう作っていくかっていったところで事業を進めてるんですけど、マラウイも同じですね。首都から北に6時間ぐらい、はい、無人馬券といったところで活動してます。ちなみになんですけど、ラオスはもともと参画当初から入られてたと思うんですけど、マラウイっていつから入られてたんですか？マラウイはいきなりプロジェクトをやってたというよりも、プロジェクトをやるためにちっちゃなミニプロジェクトみたいのがちょこちょこと2008年9年ぐらいから、そうなんだ、少しずつやっていて、2013年ぐらいから初めて JICA の予算を持って大きなプロジェクトを始めたっていう感じです。はい、そうなんですね。ちなみに母と子の健康っていうところを維持していくために何をするかみたいなところを今プロジェクトされてらっしゃると思うんですけど、具体的にどんなことされてらっしゃるんですか？その国々でここが一番ポイントだよねっていったところが違うので、同じことはやってないんですけれども、はいはいはい、特にマラウイで言うと栄養の問題っていったのがすごく根深いので、マラウイの無人馬券の農村部のところでどうやって子供のとか母親の栄養が改善できるかという栄養改善に少し寄った活動をしています。なるほど。
ちなみに栄養に対してのアプローチっていう話だったと思うんですけど、何かの栄養素が肩ですごく取られていて、全く取られてない栄養素もあるって感じなんですか。まさにおっしゃる通りなんです。そうなんですね。面白いのがマラビーもラオスも共通して言えることは、どちらも栄養の問題ってあるんですけど、痩せてとか飢餓とか飢饉とか貧困で痩せこけた子供っていうのは少ないんですよ。はいはいはい、実はそうなんですね。で逆にその身長だったらこれぐらいの体重はあるよねっていう子たちはたくさんいるんだけれども、この年齢に比べたら身長低くないっていう子が多い、あの低身長とか発育阻害の子が多いっていうのが特徴で、はいはい、それって何か栄養素が起因してるってことですか。一つというよりもバランスが悪いということだとは思うんですけど、炭水化物をたくさん食べておかずは一品とか、まあ、そういった食べ方をするとミネラルだったりとか他のタンパク質だったりとか他の栄養素が足りていない、でも総量で見るとカロリーとしてはそこそこあるから、そんなにこう痩せてないみたいな、そんな状況にあるなっていうのが分かってはいたので、なるほど、これめちゃくちゃ難しいプロジェクトですね。バランスよく食べましょうって言っても多くの場合物がなかったりするんですよね。例えばこういった果物食べてくださいよって言っても、そもそもその果物ここにないけどとか、あるけど高いじゃんとかね。いやこれは深いですね。本当に人の当たり前っていうのを変えるのも相当難しいと思いますし、変えてじゃあ何かに代替するとした時に、それって自分の収入状況とか外的要因がすごく来るんで、これは大変なプロジェクトをされてらっしゃるんですね。マラビーは2013年からやっているのが栄養に特化したプロジェクトを2回フェーズ2という感じでですね、もう今2期目が去年の12月に終わったところなんですけど、やっと少し感触をつかむことができて、このまんま行くとマラビー全土で広げられるような提案ができるんじゃないかと思っているところですね。ちなみにどういうところが手応えを感じられたんですか。ただマラビーのプロジェクト、僕は現地に行って活動していたわけではないんですけど、大きかったのがですね、ないものはやっぱり作らないといけない、作ったら食べれるし売れるしという形にすれば、ある程度の現金収入も手に入るので、今まで7日に1回ぐらいしか食べてなかったようなお肉とかが7日に3日とか、そういった形で食べる頻度も上がっていけると、そういうことですね。なるほど、ありがとうございます。ちなみになんですけど、6年前ぐらいからナイスアップ再開されてると思うんですけど、今までで自分が一番学んだことってありますか。学んだことはたくさんあるんですけど、それ一番学んだことだけちょっと聞いてみたいなと思ってまして、これを言うともしかすると今から海外でやりたいという方々にポキッとするかもしれないですけど大丈夫です。自分が主役じゃないってことだと思います。おっしゃる通りですね。海外協力隊の中摺りとかは自分が世界を変えるとか、自分が主役になるっていうところで人をアトラクトしようってしてるじゃないですか。でも僕らってさっきの保健師の話じゃないんですけど、現地の暮らしのところにお邪魔するわけなので、自分が変えてあげるとかってそういったスタンスでいくとやっぱりそもそも良くない。おっしゃる通り、これはもう本当に大賛成で自分も海外とか途上国に行って活動するときは自分が変えてやろうみたいなスタンスで僕行ったんですよ。でも実際全然違いますね。それをちょっと勘違いしちゃうと間違ったアプローチになっちゃうし、本当にその国のためにならないようなことっていっぱいあるんでね。ありがとうございます。今 ISAP でされてらっしゃることで、今後の展望とかって何かあったりするんですか。 NGO、NPO、そういった団体で活動されてらっしゃる方の多くがこういった問題を抱えてると思うんですけど、より良い活動をしたいし、より相手に届くようなプロジェクトをやっていきたいといった思いはあるんですけど、人がどうしても変わってしまう、流動性が良きにも悪きにもあるっていうことがあって、ここでもし職員が辞めたら、ここまでやってこれたものっていうのがまた一回ここからスタートするみたいな形になるんですよね。それをどうしても繰り返しているので、3歩進んで2歩下がるような形になってしまうので、そこをなんとか変えたいなとか、うまくやっていきたいなっていうのが一つの課題としてありますね。いや、おっしゃる通りでして、人がいるからこそプロジェクトが回るわけで、ただその人の行うアプローチとかね、対応とかも全然違うじゃないですか。だからそこは本当に難しいところですよね。難しいですね。すごくわかります。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとこの動画では ISAP が何をしている団体なのか、どういうふうに設立されたのかみたいなところを、今何してるかっていうところを含めてお聞きしたんですけれども、次の動画では NGO の見えないところをしっかりと話していただいたりだとか、NGO だからこそ、 NPO だからこそアプローチできる視点だったりだとか、そういったところもお話しいただこうかなって思っております。はい、この動画が面白いなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。あと概要欄に ISAP のリンク載せておきますんで、よろしくお願いします。もし興味があればぜひ皆さん見てください。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。